はい、どうも皆さんこんにちは、ユージャク代表の佐藤です。本日私はユージャクムツザワーオートキャンプ場の方に来ております。はい、というわけで今日も今後ろに見えているね、こちらのウッドデッキ制作やっていきたいなというふうに思うんですけれども、多分ね今日でもうほぼほぼというか完全に完成するんではなかろうかと。今日もね、はい、こんな感じで、ユージャク館のね皆さんをお招きしての一緒に開拓やっていこうぜという感じでございます。サイディングマスター今日もよろしくお願いします。そしたら早速ね作業の方を進めていくわけなんですが、今日ね具体的にやっていく内容といたしましては、まあ結構まだ部材も、まあ、残っているよというところで、まあ、カインズでね、はい、もう親父ライダーさんが持っていただいているあの木、はい、最後のフェンスの違う手すりですね、はい、これと、まあ、同じねものがありますので、ここ用に一旦加工を行いで、まあ、一番の問題はフェンス作りなんですけれども、ここね、まあ、結構大きく長方形が出来上がっているんですが、ここの中にはバッテン印のフェンスを作っていきたいところでございまして、ただ問題がそのフェンスね、バッテン印にうまいことこう合わせるために角をこう落としていかなきゃいけないと。でそれが今のところまだね設計段階で決まっていないので、まあ、当てずっぽうでいくと結構材料を浪費してしまう可能性があるので、まずはねそこを考えていくところからスタートさせていきたいなというふうに思います。それじゃあ早速ね始めていきます。おっと、何やら秘密兵器が出てまいりましたが、これはどうやって使うものなんでしょうか。45度しか切れない45度しか切れないやつ45度だと本来ねこれ正方形だと45度でいけちゃうんですけど、長方形なんですよね残念なことに。で、まあ、ここをね台の上あたりから始まってここの内側のこの溝に合わせていく感じなんですが、どうやってこれを出していこうっていう理想は、うん、まあこんな感じで結局合わせていくから、ここら辺で真ん中をじゃあズバンとここ落としちゃって、反対側も同様に似た感じでなみ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 という感じでしょうかね。手前合わせてるんでマーキングしちゃってください。微妙に多分ここの柱と柱の間隔が多分5ミリとか1センチとか場合によってはずれてる可能性があるんで、そうすると1枚1枚合わせてった方がいいですね、間違いなくね。はいはい、それじゃあ今日もまた役割分担でいきたいなと思うんで、とりあえずマスターにはこっちのサイディング関係やっていただきます。はい、で親父ライダーさんとマイキーさんはこっちのフェンス作りの方じゃ入っていきます。私はそれぞれのサポート入りつついくんで2箇所で止めてきますかね。はい、それでね柱の補強がこの L 字だけだとちょっと物足りないんで、壁のある部分に関してはねこちらのアングルを使ってさらに止めていきたいと思います。はい、それで逆に受けがない部分に関してはこれ外しちゃって、こっちのね 2x4 用の金具でこういう感じで止めていっちゃいます。はい、そんなわけでとりあえずフェンス1枚ね行ってみました。こんな感じで難しいねこの角度が。じゃあ2枚目3枚目全部やっていきます。
はい、最後の階段もね綺麗にできましたね。ちょっとね他の板材とは実は違ってて、麻酔地刀を作った時の余った板ですね、そちらを使ってもらって、こちらで組み立てていただきました。今階段ができたことによってここからもね簡単に管理棟にアクセスできるという感じ。そしたらね今ここに柱が1本あるわけなんですが、もう1本ねここに柱を立ててあげて、ここにも同様のねフェンス、作っていこうかなというふうに思います。はい、そしたらあとはラストフェンスはあそこだけですね。いい感じじゃないですか。いい感じです、いい感じです。ラストショットはミスター MVP に。はい、お疲れ様でございます。はい、そんなわけでようやくウッドデッキ完成いたしました。ね、はい、皆さんどうもお疲れ様です。完成いたしました。そんなわけでウッドデッキの全容をお見せいたしましょう。はい、こんな感じでね完成いたしました。3日間だね、実際に行った作業は3日間、いや厳密には4日間ですね、4日間の作業を行いまして、最終的にねこんな感じで仕上がりました。出来栄えとしましてはなかなかよろしいんじゃないでしょうか。本来は基礎打って工事を行うところなんですが、今回はねプラスチックパレットを、まあ、中古のねプラスチックパレットを調達いたしまして、こちらを運用したということで、かなりコスト的にもね、節約した、ウッドデッキという感じになります。はい、強度的な部分に関しましても、まあ、全然多分問題ないと思います。で相当な数のね木とパレット入ってますので、まあ、大型の台風なんかが来たとしても、まあ、飛んでいっちゃうなんていうことはねなかなかね想定しにくいんじゃないでしょうか。はい、フェンスの部分、はい、まあ、特に角角ですね、角角のところの切り出しとかっていうのが、まあ、場所によってちょっと違う感じになってるところもあるんですけれども、おおよそいい感じに仕上がっているんじゃないのかなというふうに思います。あとはディテールの部分の補強とかね、そういった部分が多少まだ足りてない部分とかっていうのもあると思うんですけれども、このあたりっていうのも補強をね後ほど行っていきます。で、ここねスロープというか、まあ、手すりの部分ね、他の部分とはちょっと違ってコツコツとね私が作り上げました。普段私は豆腐しか作れないんですけれども、今回はねこの辺りはいい感じになったんじゃないかなというふうに思います。はい、なんだかんだ言って最終的にあれだけあったネジが、これ2箱使ってるからね、合計1200本デッキに打ち込みました。はい、あとはね最終的な塗装、まあ、2度塗りの方もね最終的に行っていくわけなんですけれども、これは、まあ、お客様がいない時に、なおかつ晴れていて雨の降らない日ですね、はい、そういった時にね後ほどやって最終的な仕上げ行っておきたいなというふうに思います。はい、それじゃあね最終的な本当の完成を行いましたら、こちらねセットアップ行いますので、その日までスキップします。じゃあ皆さんどうもお疲れ様です。お疲れ様です。
はい、せっかくね2度塗りをしているところだったんですけれども、あいにくの通り雨。もうね夏は本当にこういうことがあるから嫌ですよね。突然ね雨が降っては止んでを繰り返すんで、またこれね最初から塗り直しですね。多分このまま仕上げちゃうと雨跡がついちゃって悲惨な感じになっちゃうと思うんで、はい、完全に絶対に雨が降らない日に再塗装またしていかないといけないです。もう夏は嫌いです。いや訂正します、大嫌いです。はい、それではセットアップが完了いたしましたので、今回作ったウッドデッキの全容をお見せいたしましょう。それではどうでしょうか。こんな感じでね最終的に完成いたしました。うん、すごくいい感じだね。一応ねこの場所でキャンプ場のねアウトレット品関係をちょっと販売しようかなというふうに思っておりまして、まあ、ここにあるのはちょっと今テストで出しただけなのでアウトレットじゃないものもあるんですけれども、例えばねこの焚き火台とかはアウトレット品なので、まあ、こんな感じでね常時展示を行って販売をしていくという感じでございます。そしてこちら側には我が社の超大型ハンモックスタンドですね、はい、設置いたしまして、上のまあ側は違うんですけどね、一応誰でもねここでハンモックを使っていただけるようにしております。そして意外と苦労した部分っていうのがねここなんですよね、はい、うちのねタープなんですけれども、今見てお分かりの通りこの部分がね破れてしまっているものでございます。はい、これをちょっとまあうまく組み合わせてみて、まあこんな感じでねセットアップを行ってみました。まあ風が吹いたらねまたさらに破れが入ってしまうかもしれないんですけれども、こういった感じのねジャンク品は結構ゴロゴロ転がっているので、まあいくらでも買いが利きそうな感じがします。はい、どうでしょう、まあ、こちら側からの景観も悪くないですよね。あんまりね直射日光が商品に当たってしまっても嫌だったんで、まあ、一応仮染めの形ではあるんですが、こんな感じでねタープは貼っておきます。そして今回ね、まあ、受付の仕方をちょっと変えていこうかなということでございまして、はい、こんな感じでね、ここにあった窓の部分を出窓形式にいたしまして、受付っていう感じでねちょっと反射して見にくいね、ここでねキャンプ場の受付今後やっていこうかなというふうに思います。まあ、管理人さんもねいい年なんで、ちょっとコロナ対策も意識いたしまして、基本的にはここのね外受付を今後は使っていくという感じでございます。そして今回ねこちらウッドデッキを作った気になる費用に関してなんですけれども、総工費ですね、まあ、およそ20万円弱かかったかなというような感じでございます。詳しくはねまたちょっとこの辺にね、貼っておこうかなというふうに思いますので、ぜひねこちら参考にしてみてください。はい、そして全体的なね、まあ、コストパフォーマンスに関してなんですけれども、これはね非常にやっぱり優秀ですね。まあ、中古のプラスチックパレットを使用している手前、まあ、基礎工事の費用というのがまあほとんどかかっていないと。で今回ね中古のプラスチックパレット、こちらの方もうちの U ジャッカーの方からの提供品ということで、実質無償で、手に入れているものというふうになります。まあただ購入したとしても1枚あたりだいたい1000円ぐらいでね中古のプラパレ販売されているところとかあると思いますので、ちょうど今回30枚使っておりますから、もし実際に皆さんがこれを行おうと思ったとしても、まあ、24万円25万円以内ぐらいではこちらね完成させることができるんじゃないかなというふうに思います。費用の内訳としましては、ほとんどこちら使用されているウエスタンレッドシダー、はい、こちらの、まあ、費用というような感じでございます。あとはキシラデコールとかのね塗料も結構2万円ぐらいしちゃうんで、まあまあいいお値段してますね。でかかった日数としましては実質約4日間、まあ、朝から晩までね作業ができる日があれば、まあ、3日あればねこちら完成させられるんだ、まあ、人数がいればなんですけどね、はい、完成させられるんじゃないかなというふうに思います。そしてこちらのウッドデッキを作っていく上で一番まあ苦労した部分は2つございまして、1個目がまずキシラデコール塗りだね、塗装、これも圧倒的な物量で、なおかつ2度塗りしてますからね、これはめちゃめちゃやっぱり骨が折れる作業でございました。はい、そして2つ目の作業がこのビス打ちです。ものすごい量のネジ、これを打ち込みまくりました。はい、さっきもちょろっと言ったんですけれども約1200本使い切ってますからね、これはすごい物量でございました。それにやっぱりね、下側の基礎としてパレットを使っているので、パレットって周りにこう枠があるものと、まあ、枠が薄いものとかいろいろとこう種類があるんですよ。で枠があるものだったらビスも比較的打ち込みやすいんですけど、枠がないところにねビスが入っちゃったりとかすると、このビスがちゃんとねそこに入ってくれない、
まあ、その点結構ね苦労してるので、まあ、例えばねこんな感じで打ち直しが結構出ちゃったりだとか、まあ、実質ねここ貫通してないんですけどこっち側でね貫通させてるとか、ちょっとまあ見てくれ上微妙にねディテールが悪くなっちゃってるところっていうのは、まあ、どうしても出てきてしまうという感じ。一番いいのはね今回長さが約6メートルぐらいありますよというところで、本当はこの6メートル分の木を1枚板でねこう繋いじゃう方が実質楽でございます。そしてパレットを今回110センチのものを使っているわけなんですけれども、あらかじめねこのサイズ感に木を切ってしまうか、もしくはそれをかける2倍3倍、例えば3枚置くのであれば3メートル30っていうような感じで最初から構成を組んでしまった方がリズも入りやすいですし、あとはこの厚さであったり隙間ですね、こういった部分をイメージして構成をね組んでしまった方がよろしいかなというふうに思います。まあ、このねウッドデッキのフェンスなんていうのも結構緻密な作業で苦労した点でもあるんですけれども、これをね一人でやろうとしたらもうちょっとねお時間かかっちゃってたかなと。まあ、それでも多分1週間ぐらいあれば、まあ、朝から晩までやったとして約1週間あればね完成させられるんじゃないかなというぐらい非常にね手軽なものでした。実際このスケール感のウッドデッキを業者さんに発注を行ったりとかするとおそらく40万円から、まあ、使うその部材にもよって異なってくると思うんですが、まあ、5、60万円の費用がかかってきても、まあ、おかしくはない工事内容になってくるのかなというふうにね思います。はい、そんな感じでね雄尺睦沢オートキャンプ場のウッドデッキ見事に完成いたしました。今回ねご協力いただきましたユージャッカーの皆さん、またね次の工事待っておりますので、その際はよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が参考になった、そして面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その他の通知設定もにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、はい、ツイッター、インスタグラムやっておりますので、こちらもすぐフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ、毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。